日本東京都杉並区清水清水は東京都杉並区の町名。現行行政地名は清水1丁目から3丁目に分かれる。住居表示実施済み区域である。郵便番号は167-0033。東京都杉並区の中北部に位置する。町域の北部は和稲田通りを境に、道区下井草に、西部は環八通りを境に、道区今川、桃井に、 南部は天沼本通りを境に、道区天沼に、東部は道区本天沼に、それぞれ接する。南から北へ1丁目から3丁目が並ぶ。主に住宅地となっている。妙正寺が置かれ、これに隣接して、妙正寺公園がある。同公園内にある妙正寺池を水源に、妙正寺川が流れている。また、同公園内でイグ川が、妙正寺川に交流している。 全域が、小木久保警察署の管内となる。住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、清水2の4の1の地点で46万7千円、平方メートルとなっている。江戸時代には、下井草村の一部であった。1932年に、東京市杉並区に編入された際、清水町の地名が生まれた。1965年、住居表示の実施により、 現在の清水一丁目から三丁目が成立した。旧地名では、清水町、く掛町、中瀬町、神戸町、天沼一丁目の各一部にあたる。この地の旧下にある泉から清水が湧き出ていたことから、江戸時代には清水が地の名として使われるようになった。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。清水に鉄道駅はないが、南部は中央線快速、総武線小木久保駅が、北部は西部新宿線の4木駅、下井草駅が利用可能な範囲にある。関八通りや天沼通り沿いにバスの便も多く、これを利用する者もいる。ありがとうございます。